いただきます。2階から見れた。おつまみ。せーの、さあ。おお。めっちゃキラキラするやん。びっくりした。うち引っ越してからなんかダウンライトみたいなおしゃれなライトなんですけど、めっちゃ反射する。イエーイ。球場みたい。すごーい。はい。ということで今日も勝ちました。やったー。てか勝ち方よ。私ライアンがさホームラン打った時。食器洗っててそしたら入りましたとか言って、嘘だってリプレイ見て、めっちゃもうライアンには失礼やけどめっちゃ大爆笑してしまいました。笑いをありがとう、そして1点ありがとう。まさかこれで勝つとはみんな思ってへんかったから、すごい試合になりましたね。なんか交流戦でセリーグ初めてピッチャーがホームラン打ったとか言って解説で言ってましたね。ライアンがすごい嬉しそうなのもめっちゃ嬉しかったし、あとは、まるちゃん、丸山くんがプロ初安打打ったのもすごい嬉しかった。今日この2点が一番嬉しかったかな。まあ、当たり前にライアンと、ムーチョの2人もすごく素晴らしかったので、すごい、まあ本当ザ投手戦っていうような感じの試合になっちゃったね。まあ西武もやっぱ打たれへんだけでピッチャーめっちゃ良かったし、いやこれねバカスカ打たれたらもう絶対負けるなっていうような迫力があるような感じだったので、すごいあと2戦ドキドキしてます。あと西武の選手でなんか注目してっていうか、初めてほんまパリーグ知らんから初めて知った選手でいいなって思ったのは滝沢くん、18歳だったかな。なんかめっちゃ足速くて、なんか面構えも結構良くて、結構コンパクトめ、なんかギュッてしてる感じの人なんですけど、なんかこれから足速い人私好きやから、なんか注目していきたいなと思いました。まあ、あとはやっぱり私堺出身なんですけど、堺の星森友哉ですよねやっぱ好きやわ。出てきた時から好きですね。お尻のギュッとした感じと構えと、まあやんちゃそうな顔めっちゃ好きやわ。勝手に堺の星って思ってます。あとボクシングの井岡が堺の星だなって勝手に一人で思ってます。なので西武戦は結構楽しみにしてたので、また2戦見ていきたいと思います。ちょデイゲームでなんか天気もちょっと心配ですけど、明日はなんか晴れるんかな。で日曜日がちょっと曇りやったかな、なんか雨も降るみたいな感じだった、崩れていくみたいな感じだったから、天気が持ってくれるといいなと思ってます。そして最後に今日のユニフォームはじゃーん、今年レディースデー行けなかったから、去年一昨年のレディースデーのなんかレディースデーやったかな、これ多分レディースやと思うねんけど、なんかボタニカル柄みたいな、ちょっとねこんなやつ、後ろはもちろんテツトです。これ結構気に入ってるんやけど、なんかいつ着ていっていいかわからんくて全然着ていってないんですけど、ちょっとなので今日着てみました。はい、じゃあ皆さんも今日の試合の感想や、あとは西武の注目の選手、私全然知らんからもしいたら教えてくれたら嬉しいです。はい、では最後に皆さんでいつもの掛け声いきましょう。いきますよ、せーの、ゴーゴー。
がとうございます。バイバーイ。